ダックスのマイティ娘が1歳を迎えて3ヶ月歳で我が家に来た時と比べると驚くほど成長しました。今日はマイティがベイビーちゃんだった時から1歳になるまでの成長を振り返ります。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして1歳になったばかりのマイティと15歳の愛犬リオ娘です。愛犬の役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると励みになります。我が家にマイティが来た時には3ヶ月歳で体重約 1.5 キロぐらいのカニヘンダックスでした。カニヘンダックスっていうのは定義があって、胴回り30センチ以内のミニチュアダックスよりちょっとちっちゃめの犬種です。そして1歳になったマイティは体重 4.1キロ、胴回りも30センチ以上になっているので、カニヘンダックスじゃなくてミニチュアダックスよりもちょっとちっちゃめっていう感じです。リオはだいたい普通サイズのミニチュアダックスで体重が 4.5 キロぐらいから 4.8 キロぐらい、比べるとマイティの方がね、細身でスリム、小柄な感じで一回りちっちゃいです。マイティの YouTube デビューの時の動画まだ見てない方はぜひね、それも可愛いので見てもらいたいんですが、もう来た当初はね、片手で軽々持ち上げられちゃうぐらいちっちゃくて壊れちゃうんじゃないかと思うぐらいな感じでした。毛もね、首のね、下のあたり、この辺見えるかな、マイティの顔、顔で見えないか、この辺今白い毛が生えてるあたりなんですけど、毛が薄くてお腹もツルツルで尻尾もすごい毛が短くてネズミさんの尻尾みたいな感じだったんですよね。だからね、その時はね、どういう風になるのかね、毛伸びてくるのかな、大丈夫かなってちょっと心配してたぐらいなんですけど、それが今はお腹にもしっかり毛が生えて見えるかな、こんなにふさふさ、身長もあっという間にリオと同じぐらいになりました。体格もかなりしっかりしていて体幹が強い感じで、筋肉質でめちゃめちゃアクティブでね、やんちゃな強い女の子に育ってます。ベイビーちゃんの時大変だったおもらしも今ではね、ちゃんとトイレでピーピーできるようになりました。トイレはほぼ覚えたかなっていうタイミングでも2割ぐらいはね、カーペットとかお布団で間違えておねしょしちゃったりしたことがあったんですけど、今はね、しっかり覚えてくれてる感じです。リオに対しても来た当初は顔にジャンプしたりね、やたらめったらかまったりとかして結構ね、ちょっかい出してたんですが、それもね、だんだんと距離感が分かってきたみたいで、たまにしかしなくなりました。今もね、マイティはね、本人は悪気なくかまってかまって遊んで遊んでみたいな感じなんですけど、ほとんどがね、リオの許容範囲っていう感じで、まあリオも多めに見てくれてます。たまにね、あんまりしつこいとリオにワーンって言って怒られてますけど、それもね、お姉ちゃんがね、マイティに教えてくれてるんだなっていう感じです。あとは最初の6ヶ月ぐらいまでは毎日寝てる時以外はね、お祭り騒ぎでもうはちゃめちゃワンコみたいな感じだったんですけど、今になってね、少しずつ落ち着きが出てきました。一人でね、遊べる時間とかね、じっとしてる時間が増えたよね。大人になったお姉ちゃんになったよね、ちょっとね。で、今の悩みはベイビーちゃんの時は大丈夫だったんですけど、物心つき始めたら人にね、吠えるようになっちゃって、こんなにね、やんちゃでね、積極的なんですけど怖がりさんなんですよね。だから無駄吠えを抑えるトレーニングのために最近犬の幼稚園に通い始めました。今度またね、マイティの犬の幼稚園の成長記録も作る予定なんですけど、今ちょうど1ヶ月ぐらい経って、そうだな、感覚的には 10% ぐらい気持ち、吠える頻度が減ったかなっていう感じはあります。だいたいね、3ヶ月ぐらいはね、通ってほしいっていう風に言われてるので、まだまだね、実感できるのはね、もう少し時間がかかるかなと思ってます。この前ね、初めてダックスのベルちゃんっていうお友達もできて、同じくらいの年の子たちとね、すごい楽しそうに走り回ってるので、エネルギーもね、発散できるし、本人も楽しいし、社会性もついてね、すごくね、通わせてね、良かったなと思ってます。なのでね、話戻ると、今の悩みはマイティが人に吠えちゃうことです。小さいのにね、ダックスって結構吠えるとすごい迫力あって声も通るんですよ。だからもちろん吠えられた人もびっくりしちゃうし、リオもびっくりしちゃうし、私もびっくりしちゃうぐらいな感じなので、
犬のね幼稚園で宿題も出るし、お家でもトレーニングしないといけないので、その辺もね一緒に頑張ってね、みんな怖くないよっていうことをね勉強していきたいなと思ってます。以前ね動画にも出した噛み癖は今もねほとんど気にならなくなりました。っていうかもう気になってないですね。歯も上の歯の犬歯の乳歯だけ抜けてないんですが、それ以外は全部生え変わって、多分歯のムズムズ感がなくなったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、今はロープのおもちゃとか骨の形をしたおもちゃとかをガジガジかじって、かじっていいものをかじって、家具とかの足はねガジガジしなくなりました。でもね気を抜くとクッションの端っことかちょっと硬いじゃないですか。そういうところをカミカミするのが好きなので、そういうのはねちょっと注意しながら見てるっていう感じありますね。あとは15歳のリオ姉ちゃんとの関係なんですけど、やっぱりね当たり前なんですが、我が家に来た時はマイティがあまりにもベイビーちゃんでハチャメチャだったので、リオに対してもなので、正直ねリオがねうざがってるっていう感じはあったんですよね。でもね今はかなり距離感も近づいてきて、マイティの方はねリオがすごい大好きなんですよ。お散歩中はシニア犬のリオがちょっと歩くの遅いんで、ちょっと遅いとマイティが振り返って待ってるみたいな感じのことを毎回やってくれてるし、この前もね2人がね可愛いお尻をくっつけてね一緒に寝てました。今まではねマイティも子犬さんならではの行動がたくさんあったと思うんですけど、これからはねマイティも成犬として本来のねマイティの性格が見えてくると思うんで、それもねすごい楽しみです。振り返るとね本当にあっという間に1歳になっちゃったんですけど、ベビーちゃんの時のねはちゃめちゃな時、トイレトレーニングとか大変な時もあったけど、それもね今はねすごい楽しい思い出です。残念ながらねリオの小さい時の動画はないんですけど、マイティの場合はね我が家に来た時から動画が残ってるので、その時々のね思い出が振り返れて、すでにね子犬さんの時のマイティも懐かしいんでね、たまにね動画を見てねデレデレしてます。まだまだ元気なリオと育ち盛りのマイティの成長もこれからどんどんね動画に撮って思い出をいっぱい作っていきたいと思ってますんで、ぜひね2人を一緒に見守っていただければ嬉しく思います。コメントで癒されましたとか参考になりましたっていう言葉をいただくと、動画作りも大変ですがすごいね嬉しくて励みになりますので、やっててよかったなーって心がね温かい気持ちになります。いつも応援ありがとうございます。それでは See you next time. Bye. Bye.